皆さんこんにちは、ピアノ屋 .com の石山です。古いディアパソンが入りました。初期のね、古いものですけれども、125センチのタイプでですね、中型のモデルになりますね。ディアパソンの製造番号ですね、16024という製造番号のものなんですね。日本ペダルです。まだ弱音装置が発明される前ですね。164というとですね、昭和40年、これですね、昭和40年頃に作られたものになります。そう、だいぶ古いですね。私が37年生まれですから、50年前のディアパソンになります。もうダメかとね言われる方いらっしゃるかもしれませんけど、まだまだ大丈夫なんですよ。ちゃんと手を入れてからね出しますけれども、外装は傷んでおります。こういうところね、色がちょっと角のところ剥げてます。まあ昔の塗りですのでね。で、上のこの蓋の上もいっぱい当て傷があります。ですので、これ修復するとですね、すごい高い値段になっちゃうんですね。50年前のピアノでも めっちゃ高くなっちゃうので、もう傷はちょっと我慢してもらおうという考えです。もちろん直してほしいことであればその見積もりは出しますけれども、基本的にこれ外装は現状で、もうちょっとね気になる方は、この、まあ、レースのカバーをかけるとかして見えないようにしていただくか、それか傷のないピアノを選んでいただくかということでね、まあ、そういう判断で、ご提供したいと思います。どんな音がするのか聞いてくださいね。まだ未整備ですので、音は狂ってると思いますけどね。ディアパソンの 音ですよ。デジタルピアノを買おうかなと思ってる方、そういう方を阻止したいと思います。絶対に本物使ってほしい。もう住宅事情でね、デジタルしかもう大家さんが置いてはいけないと言われてるんであれば、もうデジタルでいいですけど、もし置けるならね、ご予算的にはその範囲でいけるぐらいの値段にしますので、できたら本物使ってほしいなと思いますね。ヤマハ、カワイ、そしてディアパソン、アポロアトラスと、まあ、有名な、ね、メーカーのうちの一つですのでね、このディアパソンの名機と言われる125型いかがでしょうか。傷は我慢してくださいね。それでは値段をご提示しますので、またサイトの方を見てください。それではさよなら。